はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。出張全裸家政婦です。さあ、本日なんですが、遊戯王にはですね、まあ、出張パーツと呼ばれている、まあ、カード群というか、がいっぱいありまして、まあ、例えば、まあ、勇者ギミックであるとか、まあ、あと、クシャトリラとかね。それから、まあ、スピードロイド、ベイコマックス、とか、まあ、ホルスとか、ユベルとかね。まあ、こういう出張パーツと呼ばれているパーツいっぱいあるんですけど、今日はですね、全部入れてきました。出張パーツだけ全部入れたら強いんじゃねえ理論のデッキ、まあ、いくつか今までも、動画にしてきたと思うんですけども、史上最強デッキが爆誕してしまったと僕は思っています。はい。まあ、そもそもね、ホルスっていうギミックがめちゃくちゃ優秀ですし、あと、一番初ローで妨害が作れる、ナイトメアスローンとかも、来てるんでね。この、出張パーツのみで回したら、まあ、どんなことが起きるのかっていうのをね、皆さんにちょっとお見合いしていきたいなと、はい、思ってます。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。デモンスミスが待ち遠しいな。進化した僕が考えた最強デッキ、ご覧いただきましょう。やばい。これどっから入ればいいんだ、これ。これなんか各種魔法いっぱいあるの強そうだね。スプリットオブユベル、一回手札加えて、これ引いてるときは手札加えちゃっていいですね。で、これ、棺のコストにするのも結構ありだな、ユベルをさ。もう引いちゃってる場合ね、これ。ちょっと一回ぶち込む。これコストとしては非常に優秀だわ、ユベル。引いてたらうざって思うけど、王の棺との重ね引きによって、コストとして最強カードに早変わりするわ。これで、ユベルを墓地に貯めながら、ホルスも貯めることができると一石二鳥ですね。普通強いですよこれ。で、服装を発動して救い落とす。結局なんか使ってるモードはホルス、使ってるモードは救いの駆け足っていうカードのパワーですね。これめちゃくちゃ強いので、愚かな服装ちょっともうちょっと枚数返ってこねえかって思ってますね。正直めちゃくちゃ強いです、このカード。これ何が強いかっていうと、手札が増えるのが強いですね、一番。2枚サーチしてこれるんで、めちゃくちゃ強い。やりかーんっつって、出して、で1回ファントムオブユベルを出しに行かないと、これクシャトリアの召喚条件がね、ちょっと、いや特殊なので、先に出してから誘発ケアがちょっと、クシャトリア引いてる場合は無理だけど。で、棺もう一発打っちゃっていいな、これで、どん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 、ホルスモンスターを食らせてもろて、これあれだな、今回ユベルが綺麗にコストになってくれたから、ほとんど全部送れるか、これオーブも別にいらねえから。対してしかもちょっと打点上がってるの強いな。まあ、一旦ですね、アナコンディングが、あれしかも2ビルケアできてるの強いですね、これ普通に。で、ベルティングアナコンダ出して、で、これちょっと後でデスフェニー出しに行くんで。こっからまだデスフェニーも出るんですかってね。で、ドゥアムデフホイで、ハーピーホイ、これマスカレーナーで行くか、タイタンギャラクシーで行くかなんだけど、まあマスカレーナーの方が強いかな、これ。マスカレーナーにして、はい、でもうタイタンギャラクシーとマスカレーナー選べるの強くない？でクシャトリアバース発動して、でこれタイタンギャラクシーとあれもできるのか、まあ、一応ユニコーン蘇生、ユニコーンをマスカレーナーの素材にしたら、これタイタンギャラクシーとマスカレーナーもできたか。まあユニコーンを置いてもまあ強いだろうから、まあ、こうしておいて、でこうして、はい、僕が考えた最強的盤面できました。いや、まあ、強そう。僕が考えた最強的盤面すぐ強そうじゃない？犯罪者集団で泣いちゃった、あまりに犯罪者集団で泣いちゃった。犯罪者しかおらん、スモールワールド、なるほど。あー、残機とかですかね。あー、そういうことか。サーキュラーか。なるほど、OK。いいよ。サーキュラー OK です。ユニコーン意外と刺さる対面じゃないですかね。割と。
エクストラのエースモンスターをぶち抜いていけばいいんですよ、残機ってのは。さあサーキュラー様出てきました。ユニカーンって言ってマクセスコールとかそのそっち系のモンスター抜いときゃいいんじゃない。ああなるほどね。マクセスコールとかでぶち抜いて、でエースモンスターはあとはなんだっけあいつぐらいしかいないので、名前なんでしたっけ、忘れちゃった。あてかこれあれだよ、ファイヤーボールドラゴンダークフルードネオテンペストをぶち抜いた方がいいか。これアナコンダちょっと危ねえな、逃がさないと。でマスカレーナ効果発動してリトルナイトを爆誕させに行って、モンスター前に出てくるモンスターをひたすら消そう。はいはい、でシグマ効果、あサーキュラー効果、はい、でリトルナイト効果。てかこれちょっとタイミングおかしかったか、これあれだったな、普通になんだっけメイジとかトランスコロ出てきたからぶち抜けばよかったわ。それ早まったけど、まあいいや。なんかあんな、なんだろう、そこは保険墓穴とかですかね。まあ別に墓穴撃たれたところでそんな変わんないですけど、もうちょっとユベルに墓穴撃たれんのが鬱陶しいか。はい、でサブトラ効果、いやもうモンスターひたすら消しとくのが一番大事だから、サイバースデッキ多分なんかそんなに頭数出なくてなんとかなると思うんだよな。一応ねリトルナイトで飛びましょう、一緒に飛ぼうぜ、一緒に飛ぼうぜシグマさんお前一人で飛んでろよってな。これでこっからやばいのはなんかあれかな、多分やられてやばいのはてかもうひたすらにさ、モンスター消していけばいい説結構あるけどね。これモンスターをもう前盤面に残さない問題発生させて、でデスに行こうか、なんか墓穴撃たれそうな気がするんだよこれ。あそういえばそうだよね、はい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 、 OK です、了解しました、いいでしょう。これでバーストの効果も起動して墓地リソースをたんまりと奪っていけば、はい、でバース効果でめっちゃ除外する、 OK、 ひたすらに着地狩りしてる、着地狩りおじさんまだの手数やば、手数多すぎだろ。いやまあでも一応ねユベル君いるんで、ユベル君の効果でモンスター効果無効にさせてもろって止まっていただけないでしょうか。そろそろもういいんじゃないでしょうか。もうこっから展開するのやめてください。耐えたか、耐えたー、着地狩り成功、やべ、何のそのね何にもちょうどない、やばい、ちょっと待って何もちょうどない、やばい、助けてください、大丈夫です。でこういうことも起きるんですよね、初動ない問題、ない問題はたまに発生するんで、出張パーツしか入れてないくても、ほらデッキの中にゴミはある程度あるからさ、ドラゴマックとか今回ユベルみたいなね。あ戦闘機じゃん、戦闘機、わ珍しいな、なんか最近全然当たってなかったな。ちょっと一回増資言っちゃいね、なんかあるうららって言われたら墓穴、あとマッサージ出るし、あないね、なるほどね。でまあガンマもあるんで、まあ、死にゃ死ねんじゃねえかな、 G 通ってるし、はい、エリアゼロ墓地送られて、リンケージ効果で戦闘機モンスターが爆誕する、はい、ハヤテですね、了解です。でエンゲージエリアゼロの効果によって、あとかあれか特殊化してくれるんだこれ、まあ、一応結構ワンドロー割とドローはできるかもね、はい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 、なるほどですね、はい、でバトルフェーズ入ります、死にやしな、 OK、 生きてればスピットオブユベル微妙だな、これ出すとガンマつかなくなるの、これスルーやな、いったマジ許さねえ。ハヤテの効果、ハヤテの効果ガンマぶち込んじゃっても良さそうだけどな。でハヤテ効果発動します、一番なんかエンゲージ拾われるのがめんどくせえから、ちょっとハヤテぶち殺すわ、ガンマで消えろ、俺の前から消えせろ
バゴー、よし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 、いいぞ。このままターン帰ってきてもバカ弱えな。愚かな服装、なに、やべ、結果エンゲージ送られちゃった結果エンゲージ送られてもった、やべ、早て実質早てやった、やべ、愚かな服装とか言う、いやでも、まあまあ、特殊が死ぬのまあいいか、あーオッケー、もう次来た、オッケー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 、でかかり効果発動します、でエンゲージ回収します。いやこっからのエンゲージはちょっと強いな、魔法カード3枚溜まってもうたな。はい、エンゲージ効果発動、まあ適当になんかウィドウとかシャークキャノンとか持ってこられて、あウィドウか、でこれで1枚ドロー入る。いやちょっとやめてくれませんかね、そのなんかエンゲージ連打するのだけほんとやめて。っていうかこれ相手あれじゃん、ちゃんと真剣エンゲージじゃん。あいや何、ちゃんと真剣エンゲージを集めている課金者やったか、やるやんけ。でウィドウ持ってこられて回収される。ちょ2枚ドローマジちょっとやばいって、2枚ドローはさすがに。でセットオッケー、セットオッケー、とりあえずウィドウウィドウは確定してるんだな、ウィドウウィドウは確定してる。あとさらにドローさせてもらえる。で雫来た、おっ、あー一番いらねえ顔来た、一番いらねえ顔来た。で雫の効果で何らかのカードが手札に加わって、はい、でアフターバーナー OK。 いやーこれめんどくせえなー、移動アンカー、あー強いじゃんでも俺もハンドは強いぞ。とりあえず愚かな埋葬するか、愚かな埋葬はしましょう。で静電の水使い落として効果発動する、勇者持ってきて G 打たれる、ちょっと一応抹殺しますか、抹殺を、抹殺はできないもんね今ね、はい、この抹殺は多分通るはず、魔法力もなければ OK。 G はお前は通す、え俺は通すけどお前の G は通さない、理不尽あまりにも。で生徒の水が効果、アラミシア持ってくる、これアラベシアでどこバンするか問題なんだよね。王の棺貼ります、ちょっとまたコスト、これさユベル君結構コストロシア優秀なんだよね、やっぱり王の棺のコストロシア非常に優秀で、このユベルとかいうモンスターで結局墓地戻して融合できるから墓地送ってもアドバンテージだからね。あではイムセティ送るか、でもひたすらに送りに行くしかないですね。はい、送りに行きまして、はい、アラメシアの儀を発動、アラメシアの儀によって勇者トークンを特殊召喚、多分なんか無限法要とかウィドウアンカーとかだと思うんだよね普通に。まあウィドウアンカー2枚は確定してるから、多分なんかもう1枚は多分無限法要とか、まあ、墓穴とかはあるかもしれないけど、で墓穴なくわけないか、あでも墓穴の可能性もあるか、エンゲージで C できてる可能性もあるもんな。で運命の旅 G 発動、ウィドウって通常モンスターはパクれんの、パクれねえっけ、ちょっとわかんねえ。ドラコバック、はい送ります。でドラコバックの効果を起動、ドラコバックの効果によって、勇者トークンに、装備されるぜ。でドラコバック装備、いやーバウンス入れるの後でいいか、どれバウンスしてもな、なんかこレイってさエクストラモンスターゾーンのやつ戻してもさ出てくる、ちょあんま分かってないレイちゃんってあのデッキに戻っても手札に戻ってもなんかエクストラデッキに戻っても全部出てくるだっけ、ちょっとあんま分かってない、すいません誰か教えてください。でグリフォンライダーを特殊召喚していく、まあ一応効果無効1回構えられました。でここからまあ一旦ドラコバック構えさせて、これさこれレイ出てこないとかいう奇跡起きる、あ戻、一応戻った、であレイ出てくんのかい出てくんのか、鬱陶しいな、うわしょうがねえか、ちょっと後ろがウィドウアンカーなの分かってるからな、なんか良きところで止めたいですよね、良きところで。今の状態だとあれだよな、メインモンスターゾーンモンスターいるからウィドウは撃てないか、
からだから一回レイが変身してきて、で何に変身するかちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえず全部出すわ。イムセティ、はい、イムちゃん出てくる。もうとりあえず脳死殴ったいかもうなんか脳死殴るわ。ちょっとどうせウィドウアンカー2枚はちょっと回避できないんで、1枚はねドラッグバックでなんとかなとしても、で最後の最後にフィジョンデスにぶち込んで最後の最後にフィジョンデスにぶち込んで、もうモンスターの物量でぶん殴ることします。はい、物量でぶん殴ります。これはもうウィドウアンカーを使わなければ多分相手これ回避できないから、基本的に変身する効果はまあいいや。さあレイちゃんの効果で、これ何が出てくるんだ、これカイナとかで攻撃止めてくるのかちょっとわかんないけど、レイの効果でもう墓地から蘇ってくることはねえか、かかるか、もう帰ってくることはねえから。たださ、この盤面さ、普通にワンキル普通は取れんだけどさ、このウィドウアンカーとかいうカードのせいでさ、なんかワンキル取れなさそうなのマジうざいな。あのカード人のカードパクって壁にしてくんだよな、かかり。はい、どのタイミングで使ってくるかだよね、あの相手がカードを。さあデスペニネちゃんの、あ、ウィドウアンカー OK です。ウィドウアンカー、イムセティか、一応デスペニ効果使います。イムセティと相手のカードを破壊します。パクライレクやったらぶっ壊す理論ね。でウィドウアンカー効果、はい、無効にされます。でこれグリフォンライダー効果発動して無効にします。はい、うーわうーわ、トリプルウィドウはキモいわ、トリプルウィドウキモ、キショすぎて笑った。で何これ、どうなのこれ、どうなのこれ。デスペが無効になってウィドウアンカーで、イムセティがパクられた。あマジかよ、ふざけんなよマジで。これあやべえ、これさ待って、これ帰ってくるときさ、これ1体知らない、これやばい、ちょ1体死ぬ、まずいまずいまずい、やばいやばい、1体死ぬやばい待って、これの順番的にはやばい、デスペイ、ああ俺のデスペイがやっべ、やべえ、相手のウィドウアンカー3枚で俺のデスペイにしょわれた、チキショウ、うざすぎる。ウィドウアンカーマジ強え、最強だ。確かアフターバーナーはねもう持ってた気がするんだよね。だからまあしょられる、モンスターしょられて後ろしょられるのは確定してんだけど、マルチロールだる、マルチロールだるすぎて草。マルチロールはちょっと魔法カードにチェーンできなくなるんで、一方的にこっちのモンスターしょられる可能性が高くなっちゃうんで、一応あれですね、無効にせざるを得ないですね、マルチロール君は効果発動されたら。まあ、これはね無効にしないとやばいこと起きるから、グリフォンライダー効果でマルチロール無効にさせてもろって、レイロセイなんかさ、これ この盤面ワンキル取れる方法ないっしょ多分、戦闘機ってなんかさ、なんか、ぶん殴るときなんか全部ぶっ壊すみたいなモンスター新しく出てきてた気がするけど、戦闘機のあいつ多分対象取らねえ効果だから、ホルスたちって王の棺があると対象取れない効果では破壊されないんだよね一応。かがり君効果発動する、かがり君の効果発動してウィドウアンカーが回収される。ちょウィドウアンカーやめてや、もう何発撃つんだよウィドウアンカー、やばい、戦闘機との対戦が激闘すぎてめっちゃ対戦なくなってるわ。リトルナイトだと、リトルナイトはいいか、あーマジこれ直接攻撃できないってこと、これ知らないな俺、じゃあ俺このターン知らないな、おもうこれぶち切れるぞ、お全員ぶち切れるぞおさわり禁止だって言ったでしょうが、俺のカードに触れましたねあなた、許しませんよ。とりあえずちょっと一回レイちゃんには帰っていただきますか、レイちゃんがいるとワンキル取り出すの気がするんで、でイムセティの効果発動しましょう。でウィドウアンカーが1枚あるんで、ウィドウアンカーが飛んでくる、まあ、どれ無効にされるかと言われると、まあでもあれかな、ドゥアムテフを無効にされるのが一番強いわ。これ今すげえドローできるから、1234枚くらいドローできるから、ドゥアムテフ、あっ そっちなんだ、やった耐えた。イムセティの効果を無効にしてくるってことは、ドゥアムテフが効果通ってめっ
っちゃドローできる神で、ハーフの効果で手札には加えないで、デッキに戻ってもらう。でさらにジャムテの効果めっちゃドローできる、強い。よし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 、いいぞいいぞ。いやまあ一番いらないけどな、あの参戦さえ今。はい、でバーナーで焼かれて、魔法トラップも破壊される、うざすぎる。いやでもまあワンキル取れなきゃ大丈夫でしょ。あ、エンドフェイズ、え、そんなもんですか。リトルナイト短期よ、強。リトルナイト短期でさ、これあれやろ、耐えれるほど甘くないだろ世界。まあ、とりあえず王の質疑ドヤ顔で発動するか。まあこれドラコバックでいいか、ドラコバックでバンしよう。ちょ帰れ、消えろ、俺の前から消え失せろ貴様。粘ってきやがって、いちいちめんどくさいな。よし、モンスター効果使ったらお前、お前モンスター効果使ったら、てめえモンスター効果使ったら。はい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 、どうぞ。でハーピーの効果を発動するぜ。とりあえずこれで、これ手札に加えさせてもろて、でサビジもう一発打ってますね。はい、サビジもう一発打ってますね。でちょっと一回参戦の際でさ、君ちょっと手札見せてくれ。はい、何持ってんの、なんか光ってんだよねずっと、何持ってんの。ひょん、強いじゃん。てか G 裏あるから別にいいか。戦闘機どうせちょっと戻させてもろって、でハカーナと G ね、はいはいはい、分からせるわ。で運命の旅路発動します。で旅路で G ぶち込むしかないです。お前戻せなかったら意味を考えろ、黙れ、黙りやがれ。今デッキに返せなかった意味を考えろ。よし、ヒュ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 、旅路効果、グリフォンライダー持ってきて、で分からせて、はい分からせムーブして、物量でゴリ押す、特殊召喚アラールイムセティ、ラテン X ですかこれ、ちょ分かんないですけど、これぶん殴って勝てるだろ。おいおい対戦ありがとうございました。対戦時間なこれ、疲れるかなこの対戦。あー先行欲しかった、これ先行欲しかった、このハンド先行あったらめちゃくちゃ強かったけど。俺ナリキンゴブリン、何なんだ、エンディミオンか、チキンレース、エンディミオンのニュースなこれ、チキンレース、はい、チキンでナリキンゴブリン入ってるデッキ大体ろくなデッキじゃないっていう説、無の煉獄、何なんだこれ、エクゾディアか、エクゾディアかこれ、もしかして留意層か、なんだこれ、ホルスかい、ホルスって今無の煉獄とかチキンレース入ってるんですか、それは知らんかったですわ。王の棺、あどうぞどうぞ。うーわ、トップシェアですって奥さん、何これ、これ絶対ジアンデッドじゃんこれ。じゃあレベル8、2体でオーバーレイ、ヴァンパイア出てきた、ヴァンパイア効果発動する、オーバーユニット使います、墓地送ります、ハーピーパクられたわ、俺のハーピーが、 Y のハーピーパクられてもうた。ハーピーハーピーダブルハーピー、ダブルハーピーあんま見ることないダブルハーピー来た。ドラッグラビオン、えドラッグラビオン、なんだこれ、ヌメロンドラゴン出すのか、もういないぞ、もうカタパルトタートルは7月の頭に禁止されたはず、何何え、マジで何何すんの俺、は打点シナースレフィキル、神秘の中華鍋、はい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 、トランザクションロールバック、なに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 、